第22回世界スカウトジャンボリーは2011年7月27日から8月7日にスウェーデンスコーネ県クリシャンスタード近郊で実施された世界最大のボーイスカウトの祭典である。世界の143の国と地域から4万6 1人のスカウトが集まり史上最大の世界スカウトジャンボリーとなった。日本における今大会の略称は 22WSJ である。前述の通り4万61人のスカウトがあるガイドが世界から集まり、全21大会の約3万8000人を上回り、史上最大の世界スカウトジャンボリーとなった。日本からは約950人が日本派遣団として参加した。シンプリースカウティング会場となったクリスチャンスタード近郊のリンカビーは、 隣国デンマークのコーペンハーゲンから車で2時間ほどであった。各国派遣団はコペンハーゲン空港から陸路で会場に入れた。3つの参加者用のサブキャンプと1つの成人用サブキャンプが設置された。参加者用サブキャンプはスウェーデン国内の地名を名乗ったタウンに分けられていた。各サブキャンプにはモニュメントが設置されていて、夜間にはライトアップされていた。 ありがとうございます。